はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボリンジャーバンド、一目金公表、トレンドはありません。ストーキアスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベース、上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、こちら4時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線真横を向いております。4時間足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態ということです。はい、4時間足ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。 はい、こちら4時間足一目均衡表です。ローソク足と雲の位置関係からトレンドレス状態ということです。はい、それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介しますが、本日22時30分ビッグイベントアメリカの CPI が発表されます。ま結果を受けましてマーケット大笑いになる可能性が、 考えられます。はい。ただですね、今からご紹介するサポートレジスタンスにつきましては、あくまでもテクニカルベースということをご,ご了承ください。まずはサポートラインです。130円の50レベル、130円の50レベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインは132円の50レベル、132円の50レベルと考えております。 はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ130円の5万レベルか132円の5万レベルということです。ポイントに行く前に、えー、と、チャート形状から4時間足ボリンジャーバンド1目均衡表トレンドレス状態4時間足ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、ドル円本日、ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております。チャート形状的には上値の重い展開と。 考えておりますはいポイント22時30分12月アメリカの CPI 急騰オア急落ということなんですけどもはい本日ビッグイベント12月のアメリカの CPI が発表されますはいなおですねアメリカの CPI につきましては3分早分かりとシリーズのコンテンツを作成させていただいておりますえー、っとご視聴になりたい場合は番組最後にえー、っと URL を貼り付けてありますので、お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、とですね、アメリカの CPI につきましては、上振れにす,上振れするにしろ、下,あの下振れするにし,しても、マーケット大荒れになる可能性が十分考えられるということと、あとですね、本日アジア時間の日銀の政策点検報道もありますので、この日銀の政策点検報道につきましては、 どちらかというと、海外の方がマーケットかなり反応する可能性が高いと考えておりますので、はい、ドル円ですね、本日ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開、はい、えっ、ー、と、ファンダメンタルズ的には大荒れ予想ということで、お取引をされる際には十分ご注意くださいということです。はい、右のバナーのチームハロンズ、視聴者限定キャンペーンのご紹介ということです。YouTube 概要欄から講座解説をしますと、通常の講座解説特典2000円と申 取引1回1万通貨1六以上でチームハロンズ視聴者限定キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ということですさらに取引量に応じて最,、えー、最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細につきましては YouTube 概要欄をご,、えー、ご参照ください詳細につきましては YouTube、えー、概要欄をご,ご参照くださいということです はい、ご案内しました通りですね。まあ、本日22時30分、12日22時30分、12月のアメリカの CPI 発表されます。本日21時開始のライブ配信番組内でアメリカの CPI の結果と市場の、市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。またリアル講座で結果を受けて助け合う取引も行う予定となっております。開催 URL につきましては番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願い,いします。 本日は以上となります。